ね、今日は月は出てるのかな、次の曲、あ、出てますね、いい雰囲気になってきましたね、ありがとうございます。そんな夜にぴったりな楽曲をお届けしたいと思います。この曲は、少し時は遡ってですね、本当に昔々の話、まだこんなで携帯電話やメールとか発達してない、そんな時にですね、一度離れ離れになってしまった、そんな大切な人が今どこにいるのか、生きているのか死んでいるのかも実は定かではない、そんな相手をですね、待って待って待ち続ける、そんな誰かを待つ曲です。皆さんの心の中に大切な待っていた方、または今も待ち続けているそんな人がいたら、ぜひ心に浮かべて、主人公にして聴いてほしいなと思います。最後はサトチキで彼方の風という曲を聴いてください。
日だけあなたに触れたようなそんな